ここはどこなの？わからん。ここは屋敷の地下なのか、食堂の真下にこんな部屋があったのか。あの高さから落ちて誰も怪我をしなかったのは幸運かもしれませんが、シャノン、カノン、君たちはこんな部屋の存在は知っていたかも。いいえ、僕たちもこのような部屋のことは存じかねます。本当に？本当です。本当にこの部屋知りません。シャノンたちが知らないのは事実だ。何しろ綺麗好きのシャノンだ。彼女がこの部屋を知っていたなら、もっとピカピカに磨き上げているだろう。この部屋の汚さが君たちがこの部屋を知らないことの証だ。今はそんなことより、これからどうするかの方が先決だと思わんかね。その通りです。警察に、いえ、それから救急にも早く電話をしなければ。ありがとう、南條先生。私たちは伴侶がもう生きてはいないことを理解できてる。気休めでも救急と言い添えてくれてありがとう。まずい。みんな聞きたまえ。親父はもうダメだ。口で言って理解や説明が求められる段階にもうない。
とにかくここを抜け出そう。私たちは伴侶や友人を失い、涙を流すことに時間を費やしたいが、今はそれ以上に子供たちの身が心配だ。お子様方はご無事でしょうか。祈るしかない。そういえば熊沢さんと郷田さんはここにはいないな。ひょっとすると無事に逃げ延びられたのかも。かもしれませんが、子供たちと合流しててくれれば心強いのですが。郷田さんはいざというとき頼りになるし、熊沢さんは経験豊富で落ち着いてるし、きっと力になってくれると思います。そうだといいかな。楽観はできないよ、姉さん。僕らに続いてもう襲われてしまってる可能性だってある。同感ね。お父様が食堂で執行したのは魔女の碑文の第一の番の6人殺しなんでしょ。なら第二の番は寄り添いし二人を引き裂け、逃げ隠れて寄り添っている郷田さんと熊沢さんがもう殺されている可能性だって否定できないわ。きっとゲストハウスに合流してて子供たちを守ってくれているなんて楽観、現時点では全くできないわよ。とにかくここを脱出しよう。相当古い牢屋のようだ。なんとか鉄格子を破れないだろうか。室内をくまなく探して脱出手段を探してみよう。ここにはガラクタがいろいろあるわ。何か役に立ちそうな道具とか落ちてないかしら。武器になるものがあるかもしれないし、鉄格子を破れるものがあるかもしれない。シャノンはキリエさんを手伝い室内を探索してくれ。カノンは私と一緒に鉄格子の具合を確かめてみよう。これだけ古い牢屋だ。ひょっとするとガタが来ているかもしれない。私は何をお手伝いしましょうかな。体力を温存していてください。やがてここに親父殿が現れると。良い提案だ。あれ、南條先生に我々の命は握られているかもしれない。私の言葉などもう届きはせんでしょう。申し訳ないが、そのお役には立てそうにない。なら南條先生のお医者としての知識を貸してください。人間を即座に昏倒させるような毒って存在するのかしら。人間を即座に昏倒させる毒、どういうことですか。私たちは落とし穴に落とされてこの地下牢に落ちてきたと信じている。あの混乱している場で私たちはそうだったろうと信じたわ。でもこの地下牢の広さを測ってみて分かった。この地下牢があの食堂の地下というのはありえないことなのよ。どうしてありえないって分かるんですか。姉さんはバカだな。この地下牢は食堂に比べて狭すぎる。その通り。一番目に落とされたのはクラウス兄さん、二番目が私。クラウス兄さんはこの部屋に落ちてきた時その場を動いたかしら。お恥ずかしながら落下の痛みでうめいていたよ。そのすぐ傍らにキリエさんがすぐに落ちてきたんだ。食堂でのクラウス兄さんと私の立ち位置と落下時の落下場所の距離が明らかにおかしいのよ。確かに言われてみればその通りです。その次に落ちたのは私だから、お二人の位置関係はよく覚えている。食堂でのお二人の間の距離は
この部屋よりもあったかもしれない。私たちは落とし穴に落ちてダイレクトにここに落下したわ。集合する下水道管みたいに一度集められてからここに落ちたわけじゃない。落下は一瞬だったでしょ。そんな凝った排水管みたいな穴を転がされた覚えはないわ。確かに落とし穴では説明がつかんな。おかしな話だ。それとキリエ様のおっしゃる人間を即座に混沌させる毒というのはどう関係があるんですか。キリエ様は多分食堂に落とし穴なんかなかったとお考えなんじゃないかな。しかし現に私たちは落ちたぞ。落とし穴に落ちたような気がするが正解よ。無理もないわ。そうとしか例えられない体験だったから。なるほど。つまりこうおっしゃいたいわけですな。私たちは落とし穴に落とされたのではなく、例えば毒矢のようなもので撃たれ瞬時に意識を失い、その倒れて床に突っ伏す瞬間の記憶をまるで落とし穴に落ちたようと思い込んでしまっているのかもしれない。なるほど。食堂に無数の落とし穴が仕掛けられていて、我々がそれに何十年も気づかず食事をしていたとするよりはよほど説得力のある話だ。姉さん、時計はある？え？うん、懐中時計があるわよ。22時40分くらいね。僕の時計もそうなってる。つまり僕たちは食堂での大騒ぎから十数分も時間を経過させてないってことになる。私の時計も同様だ。我々が混沌させられてどこかへ担ぎ込まれたと仮定するには時間の経過が短すぎる。時間だけを見るならやはり我々は食堂の真下へ落とし穴で落とされたと考えるのが妥当だ。時計の針なんていくらでもいじれるわ。私たちが気絶している間に全員の時計を巻き戻したのかもしれない。その可能性がなかったことは証明不能よ。落とし穴にせよ混沌させる毒にせよ、私たちは用心するに越したことはないというわけですな。それで南條先生、混沌させる毒は存在するんですか。それは、キリエさんの論法と同じですな。私の知らない未知の毒物にそういう効用のものがないとは証明できません。用心に越したことはないということね。ごめんなさい、無駄な質問だったわ。ただ私の仮説によりこの地下牢が食堂の真下とは限らないという可能性は示唆できたと思う。なるほど。広大な森の中のどこかに隠されていると噂される親父殿の隠し屋敷の地下牢に運び込まれている可能性もあるということか。ここを脱出して外へ出ればそれもわかる。それを詮索するのはここから出てからでもいいだろうな。その通りね。本当にごめんなさい、さっきから無駄な質問と詮索ばかりだわ。いや、とても頼もしいよ。今後も何かに気づいたら教えてくれたまえ。ここを脱出する何かのヒントになるかもしれない。ルドルフからいつも聞かされていたよ。君の発想にはいつも驚かされる。時には重要なヒントにもなるとね。君がここにいてくれたのは不幸中の幸いだ。ありがとう。私もルドルフさんに聞いてるわ。クラウス兄さんは普段は威張っているけれど、いざという時は責任感にあふれる頼りがいのある兄だって。さすがにそれは世辞が過ぎるね。くそ、それにしても頑丈な鉄格子だ。カノンの方はどうかね。いえ、こちらも全く。Thank you.
キリエさんたちの方はどうかね。何か見つかったかね。握って隠せる程度の石ころは見つかるわ。こんなものでも武器にはなるかも。さすがに鉄格子を削り取ることは無理でしょうね。シャノンちゃんはどう？いえ、何も。あ、これ電話です。繋がってるわけもないわ。でもコードは何かを縛ったり武器にも使えるかも。壊して分解すれば金属部品を取り出せるわ。クラス兄さん、鉄格子を開ける鍵穴はもちろんあるわよね。ああ、だいぶ鍵穴の大きい王時代的なものだもんね。針金のようなものでいじれば騙せるかもしれないな。電話の金属部品で何か代用できるかもしれない。その電話武器になるわね。投資と同じだよ。情報は武器だ。何やってんのお姉さん。あ、その電話つながってるかなって思って。バカだな姉さんは。え、あれ、キリエ様、この電話つながってます。なんですって。警察へ連絡しましょう。待ちたまえ、話がうますぎる。盗聴されているんじゃないのか。そんな細工するくらいなら普通は電話線を切断するわ。電柱が本気で見落とした可能性が高い。気づかれたら今度こそ電話線を切断されるかもしれないわ。警察への通報を盗聴されて何も困ることはないのだし。確かに一理あります。外線は確か0番からだ。カノン君、私は電話するからあなたは外の様子を伺ってくれる？誰かが近づいてくる気配があったら知らせて。はい。